せんべいの大塚いチャンネル始めます。今日は第3弾でね、今日は WM システムっていうのを紐解きたいなというふうに思ってます。 WM システムっていうのは1930年代にアーセナルが得意としたシステムで、みんな知ってるようで多分知らないんじゃないかなと思うんで解説したいなというふうに思ってます。韓国対日本みたいな感じで、今日は赤韓国日本黒っていうのでちょっと説明したいなと。韓国は4231っていうか4411みたいな感じだったような、気がします。まあアンカーを置いてた時もあったんで433の併用もあったかなと思うんですけど、今日話の WM システムのために4411みたいな感じで、日本は4231ですね。西村と下を置いて、こういうシステムで、やってました。守備の時は西村があって、2人でプレッシングをかけて 4-4 でブロックを作ってるっていうような形になってましたが、実は攻めの時はこの WM システムっていうのを使ってやってました。これ意図的にやったかどうかは僕は知りませんが、相手の 4-4 のブロックのところに、ボールを奪ったらまずは西村はこういう位置に取ります。これ相馬かな、これは町、これ水沼で、藤田がこういうところを取ります。よいしょ、こう取るね。でサイドバックが、中に絞ったりしてます。こんな風にちょっと分かりづらいから動いたところを、まあ、消しますね。こんな感じです。でこれは、4バックの守備ライン、4人の中盤、この縦関係になってて、黒は、センターバックの間に入る、4人のポケットに西村が入る、ワイドなるべくサイドに入る、サイドバックが中に入る、こういうのになったら分かりやすいかな。これをちょっと線で結んでみます。これが WM システムの形なんでね。でなんでこれがいいかっていうと、まずは先頭の厚み取るやつ、これセンターバック迷うよね、どっちが行こうか。でこいつセンターバックはこれも見るこれも見る、サイドバックはこれも見たいこれも見たい、サイドハーフはこれ見るのかこれ見るのか、果たしてこいつ見るのか、でこいつもこれが嫌だこいつも嫌だこいつも嫌だこいつも嫌だ、こうみんなが嫌なところに立ってるふうになってるのね。だからマークしづらいの、マンツーマンでやってもこうゾーンでやっても間に立っていいポジションでフリーで立てる、だから厚みも取られる幅も取られる、だからこういうところにパスの出し入れがあったりするね。で相手が寄ってきたこういう空いてたところに相馬を走らすとか、こういうシーンあったかなと思うね。ここにパス出して寄ってきたところをこうこいつが走るみたいな、まあ至る所でそういうところが出てくるね。でこいつ寄せないと前向いて、でこいつが走る、こう出てきたところこいつが走るとか、さっき言ったアシストゾーン取るとか、でこいつが下がっていったら持ち込んでいってシュート打つ、西村がシュート打ったらまさにこういう感じだと。アーセナルが一番強い時にこういうシステムを使ってた。でこっからゼロトップに入っていくんやな。ゼロトップは今度逆にこういうやつがライン間に入ってくる。でこういうやつがこういうところの間に入ってくる。こうするとどっち取ろうか迷ってくる。
でもここ行くとこうやられるからなかなか来れないね。センターバックとボランチのこの間でボールを受ける。だからメッシなんかはこういうことをやってたんだね、うん、だから WM の変形でこれを MM とか言う人もいたねMM M M、うん、まあだからさっきも言ったけど、こういうのを防がれたら今度はその厚み取ってやったやつと間取ってやつが入れ替わってボールを受けるっていう、相手を惑わすっていうことがやってた。これ実はメッシが最初かっていうとそうじゃないよね。40年代にハンガリーがこれをやったよね。で有名なのはプスカシっていうハンガリーの選手がこのゼロトップの走りって言われてる。僕らはこれをやられるのが嫌だからこうやってるわけ。要するに5人で攻めるところを5人でシャットアウトしようっていうような形やね。これだとどこに行くかの迷いがないっていうことですか。迷い守る側からすると、そう、相手のフォーメーションがこうあって、じゃあこうしよう、じゃあそういうフォーメーションで来るからこうしようみたいな、そういうなんか連動しているのかなっていうのをすごく感じるんですけど、だからそういうのが試合中にちゃんとできるかどうか。いや監督もこれに気づいてやり方をどう変えていったらそのフリーの人間ができるかどうか。マンチェスターシティなんかはこれをこううまく試合中に使いながらやってます。これが今のトレンドになって、ただ1930年代にそういうものがもうすでにあった。ゼロトップもメッシじゃなくてハンガリーのプスカシュっていう選手がやってた。要は歴史ってこうやって回りながらそのシステムを自分たちのプレイヤーでいかにいいものにしていくか、自分たちの特徴に合ったものにしていくかということが大事なんだろうなっていうふうに思ってます。これからも戦術のことをこういろいろ伝えたいなと思ってますんで、もし質問があればどんどん質問していただきたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。じゃあね。